皆さんどうもこんばんは、手ぬぐい社長です。今日はですね、僕がやってる糖質制限ダイエット、夕食をですね、皆さんにご紹介したいと思います。2ヶ月で10キロぐらいね痩せたんですけど、どんなものを食べてね痩せていったかっていうのを本日は紹介したいと思います。では早速材料紹介したいと思います。こちらツナ缶ライトですね。こちらは夜に1缶食べます。カロリーが50キロカロリー、タンパク質が 11.9g、 脂質は 0.1g、 炭水化物が 0.6g、 糖質 0.2、 食物繊維 0.4g となっております。ダイエット中はね、ツナ缶めちゃくちゃコスパもいいですしね、おすすめでございます。3缶で219円、1個あたり70円ちょっとで 10g の結構お気に入りで使っています。次はこちらでございます。男前豆腐、これを食べたいと思います。栄養素がですね、タンパク質が 5.5、 脂質が 4.0、 炭水化物が 2.8g。 これはねとっても美味しい豆腐なんで結構好きでよく食べています。これだけでタンパク質が 5g 取れるということで重宝している食材でございます。水菜、野菜もね食べていくスタイルでやっています。それでは早速調理したいと思います。一つ忘れていました。めかぶも入れていきます。やったー！豆腐とツナとめかぶの水菜サラダの完成でございます。これでね、150キロカロリー。かなりカロリーオフでボリュームもしっかりあります。早速食べていきます。やったー！今日はね、いつも食べている夜ご飯を紹介いたしました。ダイエットにめちゃくちゃハマっててですね、半年ぐらいこういう感じで食事続けてるんですけど、今後もこんな感じの動画をどんどん出していきたいと思いますので、登録の方よろしくお願いします。それではまた。